立候について説明しますね。これ橋が胸めちゃくちゃ張ってますよね。この時何が起こっているかというと、はい、後ろを振り払って胸を張ってます。こういうふうにこう内側に背骨の方に近づいてます。これ肩甲骨の内側で、これ上腕骨で鎖骨です。はい、ガラッとして逆にこう丸めてください。肩そうするとこれ外側に行ってます。ここの幅が広がってる。これ外旋で、これで肩甲骨がパッと浮くと、これを立行と言います。これが横につけば、今こうもう一回ペタッとすると、肋骨に肩甲骨がペタッとついている。逆にグーッとやると肩甲骨が肋骨から浮く状態です。あ、ここにあります。外側に浮く状態で肩甲骨ができます。で、現在エクササイズといえば、肩甲骨と肩甲骨を近づけるよう、ここに何か挟むような運動ばかりなんです。逆にこっち側の運動を全然されてる。こういうふうにテレビとかでも肩甲骨、肩甲骨をつけましょう。で、これは大谷選手と両方で、すごいですね。ここで肘と肘がくっつくように、無理ですよね。で、肩甲骨がこの辺についてます。これをここまでなる必要はないですけど、 4DS ヨガでは肩甲骨と肩甲骨をくっつける方法ではなくて、肩甲骨と肩甲骨を離す方法で、ヨガ、そういうトレーニングをいっぱいヨガの中に取り入れています。これ立候、これ本が出てます。高岡先生、東大の先生。これ見てください。ウィング。すごいです。すごい。で、子供は小さい時みんなこういうふうに肩甲骨を立ってるんです。でも背筋を伸ばして胸を張る姿勢を意識することによって、このエッジっていうんですけど、端っこのこのラインが、まあ、太りすぎで亡くなる人もおられますけど、でこういうおばあちゃんは立候してると思います。肩甲骨寄ってると思います。おばあちゃん、はい、じゃあちょっと前こ、そうですね、向こうもありますね。肩甲骨と肩甲骨、前傾姿勢になればなるほど、なってみれば腰の曲がったおばあちゃん、実際こういう風になると思います。こう広がると。しかし逆にこれこう近づいているのがおばあちゃん。なぜかというと前に倒れそうなので肩甲骨が後ろに寄ってくるので、こういうふうに。で、立ったらどうなるかというと、立ってみる。ちょっと綺麗ですけど、僕が真似しますね。こうやっておばあちゃん、志村さんこうやって歩いてますよね。で、立ったらこうなんですよ。本当はこの状態、胸張ってる。で、前に行けば行くほどバランスを取るために肩甲骨が寄ってしまう。で、手はここでこうやって歩いてしまう。こう、こうですから。とか、まあ、杖ついてる。肩甲骨、前に行けば行くほど後ろ。逆に綺麗な姿勢の、結構外人さん、日本人の前傾姿勢とかですけど、後傾の姿勢になれば、なるほど、後ろの重心をぐーっと持っていけば、これが、逆にバランスを、いや、膝を後ろに行けば行くほど肩は前、バランスを取る。逆に前に行けば行くほどこういう近く、後ろの方向に重心を戻す。前に行けば肩甲骨を取って、後ろに行けば肩甲骨が離れて、前型になって、顔をパッと回したら別に前型になって姿勢はいい状態が。この写真ではないか。この写真見たら肩甲骨、肩甲骨が後ろの方の背中にあるの分かりますよ。これ分かります。こういうふうにこうやっておばあちゃん肩甲骨強さ。でも日本では高地方向のエクササイズ、これこういうある程度年取ったとしても、こっち運動はみんな得意なんです。こっち運動が不得意、外側に 4DS ヨガでこっち運動が
こっち方向の肩甲骨と肩甲骨、離す方向のヨガを柔軟体操のヨガをやっています。でこれがオーバーアーチの肩甲骨、輪切りにしたところ、輪切りにしたところで、ここが胸の前、胸の胸骨で、ここが肩甲骨で、これが理想の角度。これ教科書にも書いてあります。でもオーバー肩甲骨、肩甲骨を寄せたらこう平背になってしまう、はい、ここは肩甲骨で、こういうふうに胸を張ることによってどういう症状が起こるかというと、五十肩はもちろんのこと、胸郭出口症候群というような症状が出ます。それ手がしびれたりとか、手に力が入らなくなったりとか、肘が痛くなったりとか。それはなぜ起こるかというと、ここの鎖骨の下に腕神経叢という、手の指先まで届く神経がこうブレーンがありますね。それとか静脈、動脈が鎖骨の下にあるんです。胸を張ると何が起こるかというと、皆さん普通に巻き肩にすると、ここ鎖骨の間隙間が空きますし、綺麗な美しい。でも胸を張るとどうなるかというと、潰れるの分かります。肋骨と鎖骨の間が狭くなります。こうすると、こうすればするほど広がる、ここっていうことは、ここに隙間があるんで神経を圧迫します。で結構、手がしびれたりとか、痛みがある人は、ここと肋骨と鎖骨の間に隙間がないんですね。そういう症状の名前を、胸郭出口症候群。あと一つは肩甲骨と肋骨につながって、これ大きいのが大胸筋で、小胸筋というちっちゃい筋肉があって、そこの下に神経が、肩を後ろにやれば筋肉がこう引っ張られるのが分かります。その小胸筋という、ここにある筋肉が神経や血管を圧迫する感じです。だから前に行けば行くほどここは緩むんです。私たち五十肩になるのは、寄せてれば寄せれば寄せるほど逆に効くんです。肩甲骨自体が寄せれば、肩甲骨と肋骨の隙間がなくなるんですよ。ということは可動域が、肩の可動域が、まあ、柴田さんめっちゃ可動域ありますけどどういう状態でもなくなる。逆にこれが横になって、ここが浮いてる状態だと、こう後ろに手をやるとこういうふうに浮きますよ。めちゃくちゃ浮いてますよ。この常に肩甲骨から、あ、肩甲骨が肋骨から浮いてる状態を作ると、五十肩とかにはなりにくい。じゃあそれでは皆さん、今日は立行の新しいヨガのポーズをやってみます。はい、ありがとうございます。